こんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。さあ今回もねマリオカートの方走っていきたいと思います。ですね、5人になっちゃったね、前回の動画より。うん、だからみんな抜けてっちゃった。でしかもこのねめっちゃいいコースなのに、今ちょっとねおしっこしたくてトイレしてたんですよ。そうだからその間になんかみんな抜けちゃったっぽい。ちょ、投げちゃいますか。それ外しちゃいましょう。ちょっとちょっとここ上位取ってかないと。前回言ったね、何1400のレートも無駄になっちゃうんで、ちょっとここしっかり上位取ってっていうか、もうほんと1位2位は失勢取っていかないとやばいから。おっと逃げるね。そんなに怖いかい俺の赤亀が。マジもう前が抜ければ抜けるほど2位もかなりいいアイテム取れますから、投げちゃいますか、せっかくだしね。お前やってやんからな、バカ誰が。ちょっと上位上がろうと思うな。オッケーオッケー。うん、なるほど。ちょっとね、これはね、抜けてもらおうか、前に。緑コーナーの前。くそ。オッケーオッケー。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。こっからよ、こっから。よいしょ。よいしょ。なんで赤がめやん。投げます。あーちょっと中途半端すぎたかな今。赤亀ね、投げます。2位か。まあ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 、まあ、ちょっと部屋変えようか。部屋変えましょう。はい、11ももらっちゃって、調子いいなぁ、最近。さあ、キノピオハイウェイということでやっていきましょう。なんか、部屋変えました。はい。で、なんか回線悪い人がいんのかな？すげぇ長くて。で、あ、やっぱみんなコイン取りに行くんだね。偉いね。あぁ！そんなすぐ復活するんだ、コインって。ちょ、じゃあここに行こう。取ってナイス。あつ、あぁ。ちょっとし、久々のキノピオハイウェイだから、ちょっとコインをしっかり取って。おお、もう8枚か。ビリスタートだったからか。なんか結構レベル高い部屋なのでね、今回もしっかりやっていきましょうか。さ、僕がね、前回、1週間くらい前のかな、この動画が出てる時は、になるんだけど、なんか海外っていう動画を出したの。めちゃくちゃ伸びて。なんでみたいな。え、海外って入れただけであんなに伸びるのサムネって思ってた。すげえ伸びたんだよね。400回くらい再生されてる。それはね、他のさ、なんていうの、ゲーム実況者とかからしたら全然なんだけど、いや僕の中で400回ってすごい回ったというか、再生数が。そんな伸びるもんかねというかね。逃げます。よいしょ。いた。ふざけんなよ。そ、な、何が。いや、お前、邪魔すんな、ピーチ。何がさ、あれで、あんなに伸びたんだろうって、ちょっと知りたくてさ。何なんだろうね。え、当たんだ。いや、1枚か。やっちゃおう。ちょっともう、ここはね、コインとか関係なしに行っちゃうよ。時間にあるんだ。ナイスキラー。ここでサンダー振ってくれ。お前カスみたいな、すんな、なんてやねん。くめろ7位。あーくそ、もうここ、6なんですね。やったぜ。では次のレースまでカットします。さあ、DK ジャングルやっていきましょう。ちょっといい順位取って終わりたいね。あと2レースなんだけどね。
あのその前の動画でも前の動画じゃねえよ、前のレースも話したんだけど、すげえ伸びててさ、2本連続ぐらい3桁いったのかな。え、サムネやっぱ大事なのかな。でもサムネ変えてないんだよね。なんていうの、全く変えてない、テイストを。すげえ気になるこの動画みたいなタイトルなのかな。でもそういうわけでもないんだよね。ただ海外めっちゃ走りやすかったよっていう、海外っていうワードに引っかかったのかな。なんかね、そこも結構不思議でさ、なんでなんだろうみたいな。そう、伸びるときは伸びるんだけど、マジ伸びないときは本当伸びないんだよねっていう話を毎回させてもらってるんですけど、まあ本当にそういうことなんだよね。本当に伸びなくてやめてくれよ。なんか変えるって当たり判定あるんだっけ。よいしょ。そう、でもね、今ね、登録者も440人いって、え、なんでみたいなそんな伸びるみたいな。いや、こんな俺が言うのもなんだけど、俺そんなおもろいとか出してないぞみたいなって急に一気に伸びたりするからさ、ほんと YouTube っておもろいよなと思って。なんでなんだろうね、不思議で仕方ないんだよな。あ、ちなみになんだけど、ドラクエ3あれしますね、やっと。本当に今使おうと思ったんだよ。やっちまったわ。取らせてくれ。取ってくれ。まだ2周目、まだ2周目。オッケーオッケー。スターはありがたい。やめて。よっ、オッケー。レスアップ。たまにね、この、きた、よし、ぶねえ。お前、やべえことしてくんな、本当に。よいしょ。おっ、ぶんな、お前。なんで赤コーラなん、ふざけんな。いい感じに、よいしょ、 OK です。でかいでかい、いいと思います。えっ、いやー、くそ、んな野郎、恨みしかないわ、もう。いや、まだ参る、まだ参る、全然まだ参る、全然まだ参る、全然まだ参る。うわ、マジかよ。早めに、ちょっと次のアイテム交換がもうゴール直前なんだよな。うまじかよ。オッケー、でも結果おれ、結果おれ。終わった、もうカスみたいなところに投げてきやがって、のやろー。いけ、くす、あー、もう不運だよ、不運。 S3 なんですね。でも3上がるんですね、これ。ぶねー、マジで。さあ、最後、ロサンゼルスコーストっていうとこかな。200cc でした。いやー、ちょっと最後 200cc で終わるのちょっと嫌なんだけど、まあ仕方ないですね。頑張っていきましょう。まあなん、もう、コインとか関係ないよね。200cc になってくると。だいぶね、変わってくるとは思うけど、まあ一応集めるけどさ、もういかにさ、どれだけさ、もうごまかしつつ上位取っていくかじゃない、これに関してはもう。もう技術とかじゃないもんね。あっぷね、あっぷね、あっぷね、あっぷね。よいしょ。うわうわうわ。キノコとかいらんて。うわ、取れないんだ。最悪なタイミングだね。うわー、パウ怖え。パウじゃねえわ。パウって思う。ウィーやなんかい。あーらや、オッケーオッケーオッケー。うわー、ドリフトしてきた。よいしょ、取れ、レッス。あー、いいアイテム。一旦殺しますか、あいつ。遠投ちゃいますか。おっと、お前そっち行くから俺も間違えちまったじゃねえかよ。うわ、ここでのあのキラーむちゃくちゃいいな。よいしょ、よいしょ、 OK です。あー、いいアイテム、素敵アイテム、素敵アイテム。このダートコースには素敵かもしんない。ダートコースと、うわー、ちょ、待って待って待ってくれ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 。うわうわうわ、入れなかった、最悪、もう最悪、頼む、やめてくれー。いやー、もうつまらん 200cc でも差上がるんですね。では、今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。